宝塚市自然休養村稲城で稲を干す。洋水稲城とは、稲などの穀物や野菜を刈り取った後に束ねて、天日に干せるよう、木材や竹などで柱を作り、大木を何本かかけて作ったもの。大木は下段でも作物が地面につかない程度の高さになっている。地方によって稲掛け、稲木、ハサ、牛など、衣装も多い。稲穂などがかけやすい身長より、 少し上程度のものがほとんどであるが、中にははしごを使ってかけるような、大がかりなものも作られ、主に収穫後の田畑に作られることが多い。地域によっては特殊な形状のものもある。例えば風の強い島根県岩見地方では、夜ズく派手と呼ばれる特殊な三角錐の形状をした、稲木が用いられる。毎年作るのではなく近くに備え付けしてある地方も、ある。 稲荷に干す作業及びその干した状態は稲荷干し、または地域によっては、サかけなどとも呼ばれる。特殊な例では、ハサキと呼ばれるものがある。農地近くに等間隔に植えられたハンの木などの生木の間に挟み込むようにして、稲を乾燥させるものである。これは特に、新潟県に多く見られ、古くは埼玉県など、関東地方にも見られた。干すことによって、 アミノ酸と糖の顔料が高くなり、また稲を逆さまに吊るすことで、藁の油分や栄養分、甘みが最下部の米粒へ降りて、栄養とうまみが増すと言われている。太陽光という自然エネルギーを利用する古来よりの方法であったが、近年は乾燥期により乾燥することが多く、収穫の季節になっても、天日干しは手間がかかるため減少傾向にある。ありがとうございます。